瀬戸は日暮れて夕波小波。こんばんは、小柳ルミ子です。ね、だんだん畑とさよならするのよ、幼い音と行くなと泣いた。よし、はい、サウナチャンス、乾杯。昼の3時から飲む酒はうまいよね。今日はね、大雨でね、まあまあまあすごい天気が悪いですよ。で、昨日ですよ、この動画公開するのいつになるか知りませんけども、昨日、北朝鮮がミサイルを撃ちました。はい。で、そのミサイル撃たれたっていうアラートで夜起こされるっていうね。でもあれどうなんですかね。まあいいや、ちょっとおつまみね。今日はね、今日は新発売のニンニク醤油チキンね、ケンタッキーの。それで一杯やっていきたいと思いますよ。ね、で、ちょっと話戻りますけども、なんかそのアラートだと日本列島を通過したみたいな。マジ？ちょっと詳しく見てないんですけど、通過したの？日本列島。やばくねえすか？ねえ。ね、勘弁してほしいよね。はい、ケンタッキーね、ニンニク醤油チキンでございます。確かちょっとすごいこぼれそうなんで、これ今日はぴょんこ先生の、メイク室をお借りしております。それではいただきます。うん、すごい香りがいいね。うまい、うまい。ちょっと順序逆になったかもしれないですけど、好きな洋楽アルバムの回、ああいう動画だったら、無限にアップできるんですけどね。ああいうのをサブチャンでやった方がいいのかな。うまい。本当ね、私ね、この趣味がめっちゃ趣味があって、かつコロコロ変わるんでね。なんでゲームが趣味だったあの頃はもうバリバリゲーム実況者だったし、うわ、すごいカメラ調子悪い、すごいカメラが調子悪い。ちょっと照明変えた。なんでね、本当もうなんか、どうしよう。そう、
何回も言ってるかもしれないけど、その趣味がコロコロ変わってやりたいことが常に変わっていく人なんで、なのでこの趣味とかに関係ないこの食べ物、美味しいものを食べない日はないんで、あんなっていうか、食べるものは絶対、人間である以上、生物である以上絶対やめないじゃないですか、だからこの食べる動画をね今やってるんですけど、いやーカメラが超調子悪い。どうしたカメラ、頑張れよ、元気があれば何でもできるんだよ。カメラがね、ほんとちょ、あ、元気があればといえば猪木さん亡くなっちゃったね。ショックですね。YouTube ね、ちょこちょこ見てたんですよ、猪木さんのね。だいぶね、難病を抱えてたようで、私ね、子供の頃に一緒に写真撮ってるんですよね。いまだにありますけどね。しかもあれでしょ、猪木さんのこの辺かな、抱っこしてもらってる写真ある、だし、あの大人になってからも、まあ、あったというか、イベントの会場でに行ったことがあってね、昔ね、プロレス大好きでしたから、ちょっとコールスローを食べながら話しますけど、私がね、かつてハマってきた趣味はね、ほんといろいろあるけどね、ゲーム、楽器、あとアメカジね、服ね、今はもう全く服のことはもう何の興味もないけどいつも同じの着てるし、あとね、こうレザーブーツね、革製品とかめちゃくちゃ好きだった時期あったし、あとなんだろう、釣りでしょ、それから万年筆ね、万年筆とか、この筆記用具、いやーカメラごめんなさい、今日筆記用具全般、超詳しいから、あとね、お恥ずかしながらスキンケアね、スキンケア系とか健康とか、腸活はまあ今も継続してますけどね、ごめんなさい、今日はねカメラがめっちゃご機嫌斜めですね、後ろが白すぎるからかな、まあいいか。とかまだまだあるよ、車もハマったことあったしね、あとなんだろうな、でね、その新しい趣味を見つける、あ、読書ね、そうだよ読書、あと映画、映画もね、年間1日平均3本見てた時期あって、いや1年で1000本以上見たのかな、それぐらいなんかねのめり込んじゃうんですよね。てなもんで、なんかね、一個趣味を見つけるともう猛烈なスピードである程度の知識を得てしまうっていうね、もうハマりすぎて、すぐ中級者ぐらいになるっていうね、だけど上級者に行く前に飽きちゃうんだよね、で他の趣味にどんどん行っちゃう、いう感じですね。で今はね、まあ、楽器演奏ですね。楽器演奏とか、その楽器への興味ですね。あと、まあ、アンプだったり、エフェクターだったりね。そういうのが今、激ハマり中ですね。なので、こういう性格の人は、なんか本当、やばい。照明消そうかな。照明のせいなのかな。
ごめんなさい、ちょっとこっからはめっちゃ暗いと思いますけど、なんかカメラがマジで調子悪いんで、うん、こういう感じでやっていこう。あとね、ワインにハマったこともあったね。ウイスキーにめちゃくちゃハマったこともあったね。うん、だからこういう人はその YouTube でどう生きていけばいいと思いますか？だってですよ、あのこのじゃあこの飯動画が好きでこうハマってくれた人が ずっと見るじゃないですか、私のチャンネルを。急になんか楽器のことめっちゃ言い出すみたいな、はみたいな、なるじゃないですか。だからもうそこうしょうがないのかな。うん、でじゃあ楽器のことめっちゃやチャンネルでやってたとして、あこの人楽器いいね、楽器詳しいねってなるとするでしょ。それいきなり万年筆のことをずっと言い出すみたいなね。これ意味わかんないチャンネルなんですよね。うん、でそこがほんとなんかどうしようっていうね、うん、感じですね。だからまあね、それでもまあまあ言ってもいろんなことやってきましたけどね、それでもずっとねこう見てくれてる方がねやっぱりいますから、うん、だからまあそういう方はねありがとうございます皆さん、うん、っていうかまあそういう人がほとんどかな。うん、なんならその何やっても何の動画上げたとしてもね、ずっと見てくれる、うん、ずっとコメントしてくれる、そういう方ばっかりなんだね、うちのチャンネルは。本当にね、甘えさせてもらってます。大したことできてないですけどね。うん、というわけで、まあだらだら喋ってしまいましたが、この辺でお開きですね。まああれです、まあ何やるか分かりませんけど、ついてきてください。よろしくお願いします。瀬戸は日暮れて、なんでこれを歌うんでしょうね。なんかね、頭の中で鳴るんですよ。急にこのスイッチこう録音ボタンを押した瞬間になんかこう頭の中で鳴るんですよね、声投げる巫女が。うん、というわけでまたいつ終わるか分かんない感じになってしまいましたけども、ご了承ください。さよなら。次回もお付き合いください。じゃあね。